カリン・カダビはアメリカのフィギュアスケート選手、プロスケーター。1985年の全米選手権で3位に入り、1986年2位、1987年3位、1988年3位と高成績を維持する。1987年の世界選手権で3位に入り、翌年のカルガリーオリンピックのメダル候補として期待される。 当時アメリカ代表枠は3つあり、デビ・トーマス、ジル・トレナリー、そしてカリン・カダビの3人はいずれも強力なメダル候補だった。1988年カルガリーオリンピックでは、規定で7位につけ、ショートプログラムでは、イナバウアーからの3ループプラス2ループという当時では、難しいコンビネーションを成功させて技術点で、平均5.7の評価、プレゼンテーションでも5.9が1つ。 5.8が4つという高い評価を得て、ショートプログラム単独では5位、総合6位になる。ショートプログラム終了後のインタビューで、先にリンクに登場したビットやトーマスの演技を見ましたかの問いには、いいえ、誰の演技にも見ていません。自分だけに集中していましたと答えた。風の具合はどうですかひどくはないです。体調は良いですと答えたが、 風が悪化し、フリープログラムは危険した。1988年世界選手権には出場し7位に入賞した。1989年の全米選手権は足首の怪我で危険。その後引退してプロスケーターになった。アマチュア時代はカルロファッシュをコーチとし、ブロードモアスケーティングクラブで練習していた。1987から88シーズンは、 トーラークランストンもコーチだった。プロ転校後は1990年代、2000年代の前半までプロスケーターとして活躍したが、2010年でも未だ活躍している。医師と結婚し、現在はペンシルベニア州のエリーでスケート指導者をしている。ありがとうございます。